日本三重県島市島町、越が越が中心部島町越がは、三重県島市の大技。2004年1月1日現在の面積は4.18平方キロメートル。郵便番号は517-0704。隣接する地区では漁業を修行とする一方、越がは、農業も盛んであり、越が茶屋、金庫と呼ばれる。 サツマイモを干した食品の生産が行われる。島市の南部、前島半島の西部に位置する。北側と南側が海に面し、南側に漁港と海水浴場を有する。北側は、腰が裏といい、新珠養殖が行われるとともに、外洋が荒れた時に避難港の役割を果たす。内陸部は高台になっており、畑作が盛んである。 角川日本地名大辞典では、反応半漁の地域とされ、高木秀和は、熊野灘に面したこれらの集落では、農業のウエートは、全体的に低いと言えるが、島町、小芝のみ、例外的に高いとしている。東は、島町和具、西は、島町魚座と接する。集落は主に南部に集まり、中田、高岡、若宮などに分かれる。 ただし、自然条件が似通った和具と比べれば一軒あたりの屋敷は広い。腰が北部の正寺穴谷にある柳谷遺跡では、縄文時代の遺物が大量に出土しており、縄文土器に関しては、関東地方や瀬戸内地方の土器と共通する特徴があることから、沿岸を伝っての交流があったことが推察される。また、この遺跡の周囲600メートルには、 縄文時代の遺跡が他に3つ集まっており、古志が南部でも、縄文時代後期の厚さと貝塚が確認されている。南部では、古墳時代後期の、全16期の円墳群であるの里浜古墳群、全10期の能里の三崎古墳群、全7期の布浜古墳群が確認されている。このように一地域に古墳が集中するのは、島半島では珍しい。 平安時代末期の、劇日記の二平二年六月二十六日上に、最低猿、各神宮寺ゴ上ためー腰ガソー応募診療時の文字があり、また、玉洋の上安二年十一月一日上には、腰ガみクリやこと、道も消小則遣い、近胸巨量の文字が見られ、腰ガソーと、腰ガみクリやの間に、争いがあったことが伺える。また、大鳥にも、 越シの字がある。越シ城石応衛年間に、越シの地にやってきた越シ氏は、初代、越シガ人の高俊氏が城山に、越シ城を構え、茎水軍の攻略に3年間耐えしのいだが、茎義高と和睦し、茎氏に仕えた。息子で2代の流星は、文禄の役で武功を挙げ、 餃子や浮方など千八百国の所領を得、関ヶ原の戦いでは東軍に味方した、久喜森高に従い、そこでも手柄を挙げた。その長男で三代の高春は、十一歳にして、大阪夏の陣に臨んで活躍し、久喜氏が違法となった際には、久喜高末に従い丹波国綾部藩に移った。高春の弟である隆二は、久喜久高に付き従って、 摂津国民多藩へ移った。江戸時代には、島国阿呂軍羽田組に属し、蕎麦藩の配下にあった。越志賀の港は、志州四活の一つとして栄え、東風のため大王先沖を通れない船の避難港となった。村内の八万宮の石垣の修繕には、越後国や淡路国など、遠方の先導らからも寄進がなされた。漁業も行われ、 体六枚を献上したほかカツオエビイワシアワビなどを取っていた。また夕方に、コシガを出港し、翌朝終わり国暑田の朝市に届ける、乗り付けを行っていた。伊勢国山田へ魚を届けるときは、夜中に起床して、アゴアンを渡りう方村に上陸し、磯部を経由して、大阪峠を越えて、夜通しかける、とに持ちを行った。農業の生産性が低く、 行業,業はできるが市場が遠かったため、江戸時代から出稼ぎが行われ、島国と場の北海瀬国山田、大港、松坂、さらに終わり、三河、美野、紀伊、大阪天満まで出て大工、岩資料、稲刈り、貝師などの仕事に従事した。米の生産量が少なかったため、年貢は、米農ではなく、金農が多く、天保15年の記録では、 年百564票のうちおよそ26%に相当する147票分が勤労であった。安政元年11月4日、安政東海地震に伴う津波が襲来、歴死者3名を脱し、家屋など39棟が流され、田畑にも砂が流入するなどの被害をもたらした。幕末には、砲台が築かれ、岩井戸岬に、跡が残る。明治時代になると、 小規模ながら、愛、綿花の栽培や養蚕が始まるも、それぞれ1902年、終戦頃、1935年代に途絶えた。1879年に、隣の御座村を吸収したが、1889年の、町村政志向により、餃子が分離したため単独で古市が村として、村政を敷き、1954年に、昭和の大合併で、 島町の大技、2004年に平成の大合併で島市の大技となった。1887年7月、消防や公共事業などに携わってきた若者中から発展して腰が青年会が発足。途中、腰が組に改名した後に1912年2月に腰が青年団となった。同性年団は15から35歳の男性を、 団員都市、道徳の環境、野学部などでの学術知識の研修、体育、農業の発展のための品評会、施策といった事業を展開した。一方で15から30歳を対象とした、腰がとも聖者という組織もあり、遭難者の救助や、採点の任務に当たった。これら若者を対象とした二団体の閉存状態について、宮前工事は共に、 風俗改良、悪臭強制を掲げながらも、青年会は、学術研究を、主とした私的な団体、友生者は、共同体の利害に関わる公的な団体と言える、としている。また当時、遊ぶやという女性のための野行の場があったが、そこには、男性が出かけていき、男女交際の場ともなっていた。そして野行を終えると空き家に侵入し、 性的な関係を結ぶ行為が状態化していたという。その現状を憂い、越芝の風儀強制を目的とした、越芝ストック会は、男性向けの野行の場を設けて、男女とも遊ぶや絵の宿泊を義務づけ、村の青年社会にふさわしくないものを村八部にする、ことを主張した。この、ストック会の意見が、どの程度受け入れられたかは不明であるが、大正時代初期には、 青年団長により、遊ぶ屋は廃止された。1893年にはコシガ村のアマが、寒天の原料、天草を求め、北海道のレブン島へ出稼ぎに出かけた。その後、1920年代までアマは、レブン島やリシリ島へ毎年出稼ぎへ行くようになり、中には、出稼ぎ先で結婚するアマもいた。大正時代よりコシガ村では、 天然真珠の採取が行われ、1926年には真珠養殖が始まった。1960年代には養殖規模で東隣のワグに3倍の差をつけられたが、生産工はワグと同程度だった。第二次世界大戦後、真珠加工場建設のために整地中、柳田に遺跡が発見された。また、 1953年の台風13号、復旧工事で、野里浜古墳群から、弥生時代の遺物が、1968年6月の、分城別荘地開発の際は、野里浜古墳群1号墳から、弾きや水液が出土した。1950年代には、畜産が、盛んになり、果樹、茶などの栽培も始まった。中村忠氏には、 以下のような説明をしている。岩田淳一は次のような郷土の伝説を記している。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1746年以降の人口の推移。なお、2005年以後は国勢調査による推移。国勢調査による人口の推移。1746年以降の世帯数の推移。 なお、2005年以後は、国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。2014年3月31日に閉校するまで、越が中学校の学区であった。越が茶は、三重県島市島町越がで生産される、日本茶。伊勢茶の一つでもある。栽培品種は、 やぶきたと、在来種の、八重ほが中心で、程よい渋みと甘みを有する。温暖な気候のため、三重県の他の地域に先んじて、茶摘みが行われるが、2011年は、例年より10日、遅い4月24日から茶摘みが始まった。2011年現在、約100個の生産農家が、計3ヘクタールの農地で茶を栽培し、約7トン収穫している。 栽培には、周囲縁と呼ばれる、他の作物畑を囲むように茶の木を植える方法を採用し、土壌流出を防いでいる。越が漁港。越が漁港は、三重県島市島町、越がの熊野灘沿岸にある、第一種漁港。島市が管理している。1952年から、漁港認定に向けて3カ年計画を立て、 翌1953年3月5日に漁港認定を受けた。しかし、同年の台風13号で被災し計画通りには、行かず、最小限の施設として、船上げ車路が設けられた。細かい泉らが、地理情報システムを用いて、南海トラフを震源とするマグニチュード8クラスの、東南海、南海地震が発生した場合の津波をシミュレートしたところ、 コシガ漁港には地震発生から10分後に9.5メートルの津波が押し寄せるという結果が得られた。コシガでは、天によるサザエアワビ、漁師によるエビサシ網漁、アジ、サバテーチ網漁といった沿岸漁業が盛んである。2009年の陸揚げ量は135.6トン、陸用金額は1 2 8百万円である。コシガ漁業共同組合は、 平成に入ってから活発化した三重県内各地の行業共同組合の合併に加わらず、単独経営を続けてきたが、2010年3月31日をもって解散した。昔、こしが村に三重モンバーという老女がおり、子供を見れば、可愛がり、食べてやりたいほど可愛いと、口癖のように言っていた。孫ができた時、非常に可愛がり、 ついには赤ちゃんに食らいついて死なせてしまった。赤ちゃんの親が戻ってくると、バーは、布団で寝ていると話し、布団をめくると、赤ちゃんは血まみれになっていたという。バーが死んだ時、葬式を行ったが風が激しく墓に、埋葬できなかった。そこで棺桶を放置しておくと、いつの間にか棺桶の中が空になっていたという。 遺説では埋葬しようとすると雲が降りてきて、人々が慌てているうちに雲が、バーの亡きを抱えて天に連れて行ったという。その後、三江門屋が大阪へ出かけると、三江門騒動という芝居を上演していた。自分のことをやっているなと思った G が覗いてみると、予想通り、三江門バーが孫を食い殺してしまった物語を演じており、G はこの芝居を鑑賞して帰ってきた。 この伝説は、後世に、23日の三をムバーと言い,い、子供を脅すのに多用された。鉄道は通っていない。最寄り駅は、陸路なら阿護町うかたにある近鉄島線うかた駅、島町阿護から回路を利用すれば、阿護町新名賢島にある道線賢島駅となる。駅内を横断する国道260号の、島バイパス越川、は、江戸時代に、 仏村と呼ばれたほど仏教が厚く信仰され、明治初期の神仏分離で神道への改修を強要された後に、村人の尽力で仏教勢力の復興を果たした。雑誌、歴史人類は横書きと縦書きの論文が混在しており、宮前の論文は縦書きのため21、212ページから始まり185ページで終わっている。古市が村に関するカテゴリー、 ありがとうございます。